8号目、は確実に来ていると思いますし、今回の交渉で、もう半歩ぐらい進んだかなという気はいたします。2日間にわたる日米の平行協議では、自動車の安全や環境基準などの問題について双方の法律に照らしながら詰めの話し合いが行われました。次回は東京で農産物の関税問題と合わせて協議される見通しです。We are holding these auto talks this week and are making some progress, but we still have a lot of work to do. 一方、この協議の合間に講演したカトラー次席代表代行は、豚肉などの業界団体から日本が市場開放しない場合、TPP から外すべきという声が出ていることに対し、日本との妥結に力を注いでいると、引き続き着地点を探っていく考えを示しました。